立ち上がれ。そして日本を立て直すためにどっかでは化けなきゃいけないよな。ありがとうございました。今日何の会でしたっけ。いやー本当にまあ今日は痛み入るお言葉を数々、心が火傷しそうです。本当に、どっかでやっぱり、最近本当感じるのはどっかでは化けなきゃいけないよなっていうのをすごく感じてます。それから昔から言うんだと思いますけど、正義のない力は暴力っていうんですかね。一方でその力のない正義は無力っていうのをそういえば言うよなって最近よく思うんです。だからやっぱりある種正義感とか、理想とか志とかに力を添えないとやっぱり実現に向けて動き出せないというか、だから正義というとちょっと危険な言葉ですけど、でも正義と力と正義、それをちゃんと兼ね備えてやっていけるのかどうか、いや本当にどっかで化けなきゃいけないということをすごく感じてます。さなぎって言ってましたね、去年の暮れ。いや本当申し訳ない、だから自分にも甘えてんでしょうね、おそらく。素晴らしい、もう意見というかご指摘をいただきましたね。本当に、もう今心臓に穴が開くぐらいすごく受け止めています。なんかさっきも申し上げたように12月10日に国会が閉会して10日あまり2週間強ですか、本当にこんなにこう体休めてるって人生初でして、なんか多分異変が起きてるというかさなぎになってるというか、なんかそんな感じなんだろうなと思ってます。でさなぎの中には多分さなぎのまま死ぬさなぎもいますよね。でそのうち孵化する虫もいるんでしょうけど、これが分かんないんです正直。でこのまま終わるかもなっていう気持ちが常に半分あるし、でも終わっちゃいけないし終わるはずがないし、終わっちゃたまるか、それはでも世のためなんです。もう半分で、この気持ちとはちょっと言い方あれなんですけど、うまく付き合わなきゃいけなくて、もう多くの皆様の気持ちは本当分かってるつもりなんです。ただ早熟な段階でこう殻破ると飛べない蝶になってもいけないし、やっぱり卒託の木でしたっけ、卵、親が続くのとひなの仕上がり具合でうまくこうタイミングを取って殻破るっていうか、そういう、こう待つことも大事だなと自分の中ではなんか今そういう感じがあるんです。ただそれが世の中から受け入れられることか、世の中から場合によっては見向きもされなくなるとか見捨てられることか、それはわからない、自分で決められることでもないし、ただ自分でできることは自分自身のこのクオリティのコントロールというか、自分自身の質感コントロールをしっかりやっていくことが唯一自分にできることなので、それが世のニーズとマッチすることを望んではいますし、うん、願ってはいるんですが、それがその通りになるかどうかはわからない。ただだからといってあまり流行ったり腰を高くして高転びしたりということは避けたい。思春期みたいな状況、更年期なのに思春期みたいな状況に今いるなと率直にそう思ってます。ごめんなさい、ご心配おかけして本当にありがとうございます。気持ちありがとうございます。さなぎなのよ今。そうですよね。いや言いたいこと言えないという。いやそうじゃない。そうじゃなくて。サナギになっちゃったんだよ。サナギって歩けないし飛べないよ。日本を変えるのは君しかいない。年末年始ではあったんです。だから今日もこうして矢崎さんが決意してくれたおかげで私は来ることができてるわけですけど、こういうきっかけを一つ一ついただきながら、ちゃんと戦闘モードに入って、そして日本を立て直すために野党第一党を立て直す、国民の期待に応えるということをしっかりやっていきたいと思います。よくご発言くださいました。ありがとうございます。小川淳也、本気で総理大臣。そうしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や